池田のりこです。今回はトリモロアルペジオの粒を揃えるための基礎練習の基礎をご紹介いたします。とても簡単でどこでもできますので、ぜひ試してみてください。ただしポイントをしっかり押さえておかないと意味がありません。しっかりご覧ください。ザラザラした布の上に指を置いてみてください。そして指で生地を撫でるようにしていきましょう。人差し指だけ、中指だけ、薬指だけ、たったこれだけです。それができるようになったら、今度は親指と人差し指、親指と中指、親指と薬指というように撫でてみてください。もっと難しいのは人差し指と中指、人差し指と薬指というように指を置いたまま自分で思った指で生地を撫でてみてください。次にギターの弦の上に指を置いて触る練習です。この時に注意していただくのは、指でついこのように弾いてしまってはいけないです。あくまでも弦を撫でるだけです。そして撫でたら他の指は思わず指が浮いてしまっても、それは失敗です。まず人差し指を撫でる、中指を撫でる、薬指を撫でるというように撫でるだけの練習をしてみてください。いかがでしたか？とても簡単だったと思います。 1,2 週間続けていただくと効果が出てくると思いますので、ぜひ続けてみてくださいね。他にもトリモロの練習についての動画がございます。ぜひ合わせてご覧ください。それではまたお会いしましょう。